京都戦に勝ったことによってみんなが頑張って勝ったからね、これ3位になったと。でグランパスに勝てば3位なんだから。ただ負ければ6位だったから、最後ホームだしね、グランパスに何しろ順位じゃなくてもホームに最終戦を分けるわけにはいかないということでね、臨んだんですけどね。あの試合に勝つのと負けるのでは順位としてはね、かなりな大きな差がありましたから、それでましてホームですから、あの恥ずかしい試合はできないですし、何としても勝ちたいっていう気持ちでフィールドに立ちましたけど。1-0 で勝ってるムードだったんで、そこで追いつかれると逆に後手踏むだろうし、止めれば逆に勢いづくと思うんでね、まあそういういい方向で止めれば勢いづくっていうことを考えて、もうとにかく集中しできたと思いますけどね。前でクリアしようかなと一瞬思ったんですけど、ちょっと微妙なタイミングだったんで、待ってね、本当1対1で防ごうと思って。逆サイドに2人、もう味方がもう全力で帰ってきてくれてたのが見えたんで、まあ自分としてはニアサイドを消しながら、味方が2人カバーしてくれてる選手がクリアできるじゃないかっていう心の余裕もあったんで、勝って絶対に3位になるんだっていうね、気持ちが一つになってたと思うし、チーム自体は一つになって頑張れたと思いますけど。
んだけのサポーターが来てくれてね、最後の試合だからもうやっぱりそのレッズが今年変わってきてもなりふり構わずね勝ちに行って最後やっぱ3位、まあ優勝届かなかったけど3位というふうにしたかったなっていう思いはね、まあ最終的にやっぱり3位になるっていうことがね、いろんな面で選手の自信にもなるし、まあ慣れてよかったなっていうふうに思います。